皆さんのお耳を守るためにも音量の上げすぎにご注意ください。また動画視聴後は必ずボリュームを下げて次の動画をご覧ください。お仕事ネイロ事務トレーナー編脇あずみはじめまして。私、 ジムメリディアンの新人トレーナー、綾瀬・マリンです。今日は一日よろしくお願いします。えっと、今日は、一日体験入会コースですね。お客様の希望のメニューはっと、と、うん、なるほどなるほど。今日の流れですが、前半はオーソドックスなジムのトレーニングを体験していただきます。 色々なマシンを使ったウェイトトレーニング、ランニングマシン、イヤロバイクを使った有酸素運動です。そして休憩を挟んで、ボクササイズとプールでのウォーキングですね。お試し体験でもギュッと詰め込んでますので、結構ハードな感じですよ。お客様、最近運動してますか なるほど。参考にさせていただきますね。では、最初に準備運動を兼ねて、ストレッチを行いましょう。お客様、ストレッチの効果って何だと思いますうんうん、うん、うん。はい。もちろんストレッチをすることで、怪我も予防できます。ただ、それだけではないんです。 ストレッチをすることで疲れにくくて疲労の回復もしやすい体になるんです。もちろん、冷えやむくみにもバッチリ効果あります。あと、話し出すと長くなっちゃいますね。すいません。早速、やってみましょう。 ご視聴ありがとうございますよかったらチャンネル登録と高評価お願いします動画視聴後は必ずボリュームを下げて次の動画をご覧ください小祝い小鳥オフィシャルチャンネル